鈴木和一さん79歳、豊橋でお米屋さんを営んで55年、今も現役です。特技は壊れた冷蔵庫の中に隠しています。まあサブちゃんのファンでしてね。いやいや間違えたから、いやいや、これはこれは何もできない、多すぎた。見てどうだろう。やりましたね。ねえ。今日はね、土曜日でね、特売の日だったんだから。鈴木よしみさん72歳。ちょっと足りないですね。夫婦ともに歩んで半世紀。これといって財産はありませんが、宝物はあります。孫のあゆこさん、背の低さは教室で一番、足の速さは全国で一番、天才ランナーとして将来が期待されている 800m と 1500m の中学生チャンピオンです。あゆこさん、はい、お願いします。餅は餅屋、お米屋さんの年越しはそばではなくお餅です。うん、思いっきりたくさんつけないかんだら米を、ね、晩ご飯は全員集合、鈴木さん家の決まりです。昔ながらで、つい最近までどこにでもあったような普通の家族。違いは一つ、孫が走ると早いんです。お米屋さんですから、大切な日はお赤飯を炊きます。この日はあゆこさん高校の入学式です。これはいいよね。小学校3年ぐらいに見えるんだけど、僕、で、はい、それでここを、あれ何これ金取ってよ。家族一の心配性、お母さんは朝から落ち着きません。陸上800と1500の中学生チャンピオン、全国の高校から入ってくださいとスカウトがありました。それでも選んだのは地元の公立高校。決め手は家族と暮らせることでした。はい、いってらっしゃい。はい、はい、いってらっしゃい。はい、それじゃ行ってきます。鍵持ってない。入学した地元の公立高校は県内でも指折りの進学校です。山ほどある宿題の合間に近所の公園を走ります。そんな時、決まってついてくるのはおじいさんです。
そんな変な人いないと思うんですがね、やっぱりそのやっぱり僕が俺はやっぱりあの力強いと思うんですからね。それでまあ暇つぶしにおるんですけどね。おじいさんを用心棒に、目指すは夏のインターハイ。今度は高校生のチャンピオンを狙います。大正8年創業の鈴木米穀店。店の一押しは孫です。試合の日は仕事そっちのけ。2、3年生を相手に力を試すことができる初めての大会です。3人兄弟、末っ子のあゆ子さん、名古屋で下宿しているお兄さんも駆けつけました。お父さんは一人離れてカメラマン一筋。心配性のお母さんはできるだけ近くへ。いつものことです。どのくらい出るかね、出ると思うのか分からないけど、まあ、まあ、頼むことないですよね。今日は失敗しない。じゃあ行きましょう。位置についてー。中距離は駆け引きが大切です。でもあゆ子さんの作戦は単純明快。用意どんでゴールまで全力疾走です。スピードが上がってないんだ。切り替わってないのスピードが。まだ切り替えがね。できない。自分で意識して一応やるの切り替え。うん。スパートかける。あ、そう言われてみればそうか。スパートかかってない。その辺がね、割と。スパートかかってない。そういつも言うと思うとそうかな。すごい上がった時よりもね。ただ顎が上がってるのに。顎上がってる。顎が上がってる。口は達者ですが、誰も陸上経験はありません。家族でただ一人足が速いあゆ子さん。いっぱい欲しくなります。高校生になって初めての大会は800、1500ともに大会新記録で優勝しました。国語と数学は苦手か。そうなの。ここも変わっちゃった。高校生になって身長が1センチ伸びました。背の低さはクラスで4番。足の速さは相変わらず1番です。どう？あ、もらうもらう。はいはい。本当よかったね。よかったよかった、本当に。もう予定通り。タイムは？タイムがね、いつも3分とかね、3分。4分でしょ。4分ね。24。違う、27だろ。27だろ。いつも24ぐらいか。27だろ。ちょっと遅れてる。じゃあベストが24だもんね。うん、そうだね。よかった。いい子だったね。まあいい子だよ。
健康に育ってほしいと小学2年生の時に地元の陸上クラブへ連れてこられたのが走るきっかけでした。コーチや練習場所は今も当時のままです。高校生になって変わったことといえば、何より宿題の量が増えました。勉強は中団グループにしがみついています。転げて落ちて這いつくばって登るや。東海地方の県大会を勝ち抜いた代表が出場します。愛子さんは愛知県一番のタイムでここまで来ました。お父さんとお母さんはお決まりの場所で構えます。愛知出発高校第9年愛子さん、愛知中学高校。あゆ頑張れ、あゆ頑張れ、あゆ頑張れ、走る格闘技と呼ばれる1500メートル、3周と300メートルの戦いです。自己ベストでインターハイの切符を手にしました。1500m で勝って、次は 800m。 そんな矢先、問題は起こりました。試合のあと、激しい痛みが右足を襲いました。初めてのことです。そういう症状は出てないから。そうだね、そうか、一番怖い。下が硬いから。硬いから。そうだね、どこすなんだと面倒だもんね。そう、だからレントゲンを取ってもらわないと。そうですね。とりあえずレントゲンをどんなふうになってるか。そうだね。
明日は800m の決勝。病院へ急ぎます。あんまり今までこっちであんまり驚いてもね、若い人たちもちょっと。体力と体も全部含めてやっぱりさ、うん、強い総合力だよ。一歩走ってよかったね。もうそりゃ偉いわ。え、ってことはじゃあね。まだやっぱり体がね、まあ、人の子供だからやっぱり。診断の結果、足の裏の筋を痛めていました。明日の800メートルは棄権することに。はいはい、たくさん食べて、もう痛いとこ引く、跳ねとこさんに、跳ねとこさんに、ねえ、醤油ある？ある。あ、そうそう、え、これにする？ゆみちゃんお茶あげて、先生。あ、醤油が、私がこれ醤油をかける。酢の物？どれ？酢の物だよね。酢の物あるって。酢の物ね、お大根と絡めて食べて。あ、はい、これお茶いい？葉っぱかよ。よけっとね。そう、いい走り方。本当に。あんまり。覚えてない。でも戻ってくる時はもう痛かったかな。普通に歩いてるもんね。住んでからか。普通に歩いてるもんね。走った時は気張っとるで。走った時は気張っとる。痛いな。痛いな。分かんな。分かんな。やったいね、こんなの。ねえ、ほんと。ねえ。おじいちゃん、おばあちゃん、お料理、お洗濯。はい、これ今、あげたの。今、また。はい。すいません。はい。梅雨が明けると、インターハイ。治るまで待っていられません。まだやつもええなよな、そら。さあ、家は大変だ。なんかそこは。表面にはね、見せないけど、でも、いろいろ思うことはあると思いますよね。みんな今頃多分練習しとるだろうなとか思うと、焦りはあると思うけど。まあ、今の状況から言うと決勝出ればいいところだけど、まあ、これから10日間ぐらいで ね急速にまた元に戻ればいいけどね。中敷き入れとる今日。入れとる。え、このことの中敷き入った？うん、これ入る。かわいそうっていうか、あれあんまり聞いてもらって、聞かなくても、うん、だいぶ良くなってますよ。あ、そうですか。なので今日もお直ししますけど、今回ただやっぱり怪我をしたことがないので、うんうんうん、しょうがないもんだから、そうですね、気になるんだと思う。怪我をしてから1ヶ月、まだ本調子ではありませんが、走れるようになりました。ありがとう。はいはい、どうも。すいません。困るな。
シングを念入りにやって言う、あゆさん、そんなことやっとる暇ない。それから去年の国体で3000人、はい、おかえり、よかったね。なんか調子出とるらしいじゃん、ね、一番調子出とるらしいおじいさんがまあまあビュービューだとか言ってまあ歩くんなら大丈夫すごいところでテストはあ、テストあ、今回いかんわ出たかね出てないよ、マジで出純元気なんで、ね、あ、うん、厳しい今回厳しい今回何が厳しかった、でも全体的にはね救いようがない頼みの英語は、あ、英語はまあまあ英語はまあ、まあ、前より良くないと思う、前の英語はちょっとあれはできすぎ、うんうん、まあいいね、まあ通しがなけんねん、通しはないよ、どうで大したもんね、地元の花火大会が梅雨の終わりを告げます。インターハイが始まりました。今年の会場は佐賀県です。怪我をしてから1ヶ月半ぶりの戦いです。はい、鈴木でございます。あ、竹内さん、はい、あ、いつもお世話になります。はい、あ、では午後から2時ぐらいまでにお返せばいいですかね。そうか、そうか、ちょっと電話早い、調子いいと思ったら本当だね、うん、そうか、これでもまるよ、発声の方ではリハーサルね、電話もかけれないですね。試合会場が遠い時は2人いつも留守番です。もう全部終わったらな、それで今はい、鈴木でございます。あの時、はい、あ、ご苦労様、はい、あ、4着で入ったのかい。タイマー、うん、どれぐらいのタイマーあった？あ、29秒ね、はあ、あ、ほんと、こっちは偉いだな、はあ、はあ、あ、ゴールしたらまあ転んじゃったかね、あ、でも一生懸命走ったけどな、そら、はあ、はい、ご苦労さん、当たります、はい、どうも、あ、そうか、やっぱりね、ゴール入ってから僕は転んじゃったんです。転んじゃった、うん、やっぱり、うん、まあそれ偉いもん、しかしタイム的にはね、うん、十分いいと思うし、うん、やっぱし一月のブランクって大きいんだね、うん、それからなかなかね、うん、この日は強風を避けるためいつもと違って途中先頭を譲る作戦に出ました。ラストスパート、足はいつものようには動きませんでした。決勝に進めるかどうかは他の組のタイム次第です。まあいいじゃん、まあ明日も一気にできるじゃん、ちょっとは失敗だね、完全に、うん、うん、よかったね、なんか落ちたと思った、まあやっぱりお前らしい走り方ね、ダメだな、うん、中途半端な走り方ダメだやっぱり、うんうん、もうガンガンいかない、もう潰れてもいいから、うん、そういう走りじゃないかんな、やっぱりね、
かったよかった。なんとか決勝には残りました。泣いても笑っても明日でインターハイは終わりです。1500m の決勝の日、佐賀県を記録的な大雨が襲いました。スタート時間が少し、また少しと遅れます。普段から、いつも温かく見守ってくれて、大会でもすごい応援してくれて、すごい支えになっています。そう、なんかお母さんの声だけはなんかいつも聞こえるんですよ。なぜか聞こえますね。1年生はあゆこさん1人です。足は万全ではありませんが、中学生チャンピオンのプライドがあります。あゆ落ち着いてね、あゆ頑張れ、あゆ頑張れ、あゆ頑張れ。家は大正8年創業のお米屋さん。お客さんにはお米よりあゆこさんを自慢します。時々古臭いなんて言われますが、つい最近までどこにでもあったような普通の家族です。初めてのインターハイは11位でした。よかったよかった。疲れた？お疲れ。まあ
ょっと見とったかも。どっちも取った。いや、こればあちゃんが作ったやつ。はい、すごい、いいよ、うまい、うまいやね。いいよ。ちょっとあくら外食にも。ああ、そうだね。なんかうちの米がね、やっぱ柔らかい。悔しいになったよな。でもまあそれはしょうがないもんな。終わったもん。まあ、まだ次にさ、よくないよな、よくないけど、そういうことはさ、まあそれは終わった話だもんな。あれ、とこでカメラ持ってきちゃった。面白い。食卓は家族みんなで囲むもの。それが鈴木さん家の決まりです。ラブレターをもらったらしいよ、どっかの男子から。男？別に新しかっただけだよ。ラブレターって男に決まっとるだな、ね、うん、女の子は。何？どこで渡してくるんだ。何で書いてあったの？そのこまで聞かんだって。ただ別にあメールがしたいねみたいな、こんだけだよ。これからメールしてもいいですかね。イケメンの人だった？は？イケメンの人。うん、覚えてない。顔よく。足が痛いとかそれは。これは、まあ、本当は今はほとんどなくなったんですよ。やばいや。練習してない。こっちはやばい、こっち違う。ほとんど。そうだよ、それでよく頑張ったもん。なんかまたお姉ちゃん。なんだよ。コロッとさせるじゃないか。はい。どうも。学生の本分は勉強。山ほどある夏休みの宿題に飽きると近所の公園を走ります。おじいさんは用心棒です。なんだろう。やっぱ走れな、あけがをして走れな時に、なんかすごい、なんか走ることはやっぱ話せないもんなんだなっていうのは、自分とはなんだなっていうのは思いました。インターハイから5ヶ月、町には師走の慌ただしさ。うちは煙突がないのに、どっからクリスマス、あのサンタクロースが入ってくるって言って昔子供がすごい不思議があっただけど、うん、ここの筋を避けて手術したもんで、足の指の前の方の感覚がない。ほうほう、うん、麻酔が抜けてからなの？麻酔が抜けてからなの、そう言ったよ。あんで1ヶ月は多分松葉じゃないか。そうか、ええ、おや、まあいいがね、うちも暇だし、うちがつは暇だし。いや、まあそれそれだけでしょ、それ怒ってもいいかもない、うんうん、ないこの間言ったら、早く運動したいしとったで、うん、早く運動したいし、動かしたいし、うん、明日バシカネイって病院先生が、1週間ですか、リハビリカネイ、あのリハビリ先生は抜歯するかねって言って、分かんない。でも結構思ってなんかくっつきにくいとこらしいです。あ、そうなの。ここの骨を取ってこっちに移植したいんですよ。インターハイ前の怪我は疲労骨折でした。気づかずに走り続けた代償は大きく、病院で過ごすクリスマス。おばあちゃん、なんか撮っていい？そう？なんか撮っていい？あ、ちょっと待ってね。はい、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 お餅来た？今ね、やっとやんだね。お米屋さん自家製の鏡餅。毎年お得意さんからたくさんの注文が来ます。
足つけちゃいかん、絶対。あ、足つけるの？あ、ほんと、つけるならいいけど。足つけちゃいかん。膝がダウンで、前。やだ。俺の商品ね。膝が、まで、膝でしか食べれに走れるようになるのかねとかねまあ人一倍私心配性だし不安や心配はねありますけど。豊橋に古くから伝わる鬼祭り。かけられた粉を払い落とすと厄も一緒に落ちると言われています。隙間があるだろ。あ、外この隙間がないだな、多分。これを移植して、あ、そうか、この分の、この骨を作ってない。この分が、この分の骨をまだ入れてないわけだよな。あ、で、ここに隙間がまだあるわけだ。うん、そう。幅の広いとこはこの腰の骨を入れて、チタンで止めたけど、ここのところがまだ隙間があるもんで、まだ完全じゃないと思うんだ。新学期になると2度目のインターハイの予選が始まります。俺から先に行きます。わっしょい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 。冬来たりなば春遠からじ、神頼みでも何でもいいんです。みんなの思いは一つです。お願いします。復活復活頭を頑張ってね。はい、どうぞどうぞ。よろしいですか。はい、どうぞ。あゆちゃんの怪我を治すために気合い入れるぞ。さあ行くぞ。せーの、わっしょい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 、万歳。万歳。静かなことですしね。でもああやって走ることになっていろいろ記録を出してると、やっぱり自分もそれに捉えてなんとなく元気をもらったりなんかしてね。でも僕とも彼らとみんなね、愛子のおかげで元気になったような気がしますよ。はい、お願いします。すいません。だから悪くは全くなってないすごく良くなってだから順調だわ。とにかく一日も早い走ってああいう思いがいっぱいだから、ああいう子の気持ちを思いを叶えてあげてくださいというよそういうことだけもうそれしかない。私たちが手伝ってあげるのはね、うん、何でも追っかけて行ってまして、なんていうんですかね、僕の楽しみなんですけども、それ高校生に、ね、なってるわけでも、それができるのは、いいですよね。
あ、お寺です。うん、まあ楽しませてもらってます、いろいろと、うん、本当に末っ子で、あの子産んでよかったなと思いますよね。2年生になりました。1年生の自分はずっと先です。1年に一度開かれるインターハイ、新学期が始まると全国各地で予選が始まります。手術から5ヶ月、走れるようになって10日、最後は自分で決めました。進むためには6位以内に入らなければなりません。でも今頭の中は用意ドンでゴールまで全力疾走。走ってビデオを撮って声援を送って一人一人生きがいは違いますが、互いに支えながら、頼りながら。ねえ、はい。あの黄色いユニフォームが立った時は、うん、本当にも違うの多くないなんかいつもなんかちーちゃん調子いいのもう移動はねいいじゃん。2回繰り返したあと言うダメダメこれしかないね。やめましょう。はい、はい、いただきます。はい、甘辛。あ、こうつけて食べる。はい、そうそうそう、はい、ありがとう。うん、うまいうまい。うまい。これつけて食べるとそれっぽいわ。それっぽいだ。うん、これ何ていうんだよ。生春巻。え、生春巻。生春巻。生春巻。ライスペーパー。生春巻。どこの食べ物だった。タイ。タイか。生春巻きだから。猫さんのおかげでね、お米もねちょこちょこ売れるぐらい。愛ちゃんの食べとるご飯をくださいとか。この世には目には見えない柱を、親子をつなぐ柱とかね、
また二番目は今度は世間には縁という字で結ばれて目音で気づく橋がある。鈴木和一さん、79歳。宝物は壊れた冷蔵庫の中にしまっています。大正8年創業の鈴木米穀店、一つ屋根の下、親子3代で暮らします。昔ながらで、つい最近までどこにでもあったような普通の家族。違いは一つ、孫が走ると早いんです。